DJ サイレント MC プレイプレイヤー鹿のゲイ桜坂スキャンギュスタッシュ Yo アジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目お疲れ様です。どうも、はじめましてですね。はじめまして、よろしくお願いします。皆さん、ちょっと初めていきなりびっくりされると思うんですけれども、辻堂の大尊こと米重隆弘さん、はい、所沢の大尊さんに大尊と呼ばれた男としてなんか挑戦を挑んできたみたいな、まあ、いえもうすごい好きだったんで、久保さん、はい、で最近なんか、はい、もう家が近い人が多いですよね。そうですね、はい、めっちゃ近いですよね。近いです、多分、はい、歩いてでも行こうと思えば行けるし、自転車でも行けます。え、今日は、どういった経緯で、川崎の堀人先生のご紹介で、はい、出させていただきました。で、タイソン君が好きでタイソン君に連絡取ってって感じですか。あ、そうですね、久保さんとちょっとつながって、はいはい、それでいろいろ、はい、めっちゃなんかすごいですよね、もう見た目が、はい、このマイクタイソン好きでそれもう寄せてった感じですね、はい、もうやっぱりあれですよね、ちっちゃい頃からもう悪ガキでですか。まあ、ずっとスポーツがすごいできたんで、それでなんか兄貴が3兄弟の一番下なんですけど、はいはい、もうその兄の影響ですかね。兄貴も不良だった。あ、まあ不良です。ヤンキーですか。ヤンキーです。え、ちなみに今おいくつですか。今年40です。40、あの久保さんの1個上です。ヤンキーさんはじゃあ自分の2個上。はいはい、え、生まれは藤沢。藤沢辻堂っていうところです。で、育ちもずっと、あ、まあ、はい、途中ちょっと離れたりはありますけど、基本的にはそうです、はい、もうずっと悪かった感じですか。まあ、中学まではすごい悪かったと思うんですけど、うん、もう高校、大学、スポーツ特待生でお金払わずに高校、大学、ラグビーで行ってるんで、その間はもう鍛えてばっかりみたいな、うん、まあ、たまにちょっとっていうか、もう本当に鍛えてばっかり鍛えてばっかりです、はい、ちょっとここに中学校15歳ですか、これ14とかです。14歳12とかです。めっちゃこう昔っぽい感じのそうですね、もう自分たちの子供の子、あ、これバブルの時代の感じの格好ですよね。そうですよね、なかなかこういう格好されてる時代、うん、あ、だってもうほんとコギャルとかが流行ったりして、ユースーツとか、はい、でなんかチーマギャングっぽいのが流行ってたんで、うんうんうん、こういうヤンキースタイルみたいなのほんと少なかったです。そうですよね、なんか中学校の卒業の写真も見ましたけど、なんか制服に全部刺繍が入ってて、あ、はいはい、もうドカンとか分担とか長蘭とか、はい、もうそれはもうそっちの方ではその、まあ、ヤンキーが主流ですか。やっぱ、いや、藤沢でやっぱりさ、うん、ギャングとかチーマンみたいのが流行ってたんですけど、うん、藤沢でやっぱりワルの世界ではヤンキーが一番上なんで、うん、そういう感じでした。え、なんか暴走族とかは入ってないでって感じ。あ、もう自分の周りの周辺のやつはみんな入ったんですけど、うん、自分はもうスポーツの方に行っちゃったので、でまあ一応格好だけはじゃあもうヤンキーで、やっぱりそういうの好きだったんで、はい、もうだから、うん、もう見た目筋肉もすごいし、うん、もう見た目もこんな感じでっていう感じですね。え、喧嘩とか売られたりとかしなかったですか。あ、だから売られないですね。あ、ま、もう見た目からまず売られないです、ね。自分から売ったりとかは、あ、けもう、うん、性格的にそんなでもないんですけど、はい、もう売られたらやるんですけど、はい、もう本当売ってこないですね、はい、だから中学校の時とかも、はい、
襲撃して他の中学校とか行って、はい、じゃあ対話しようぜっていう話になって、はいはい、この中から選べって言うんですよ、はい、選ばしてやるよって、うん、まあ自分選ばれないんで他のやつがやるっていうのが結構多かったですよ。あそれで、うん、まあ中学校で言うと、うん、その他校に行って、うんうん、まあ少ないですけどボンタンとか履いてるやつもいるんですよ、はいはい、それで、まあ、ボンタン狩りっていうかそういうのをやってました。へ、はい、これ久保くん体型ですもんね。半端ないですよね。映ってます、映ってます。そうなんか20歳ぐらいですか、うん、いやー、まあ、タイソンくんと本当同じような感じですよね。これがすごいタイソンくんの後ろ姿にすぐ似てますね、うん、そっくりですね、はい、逆三角形の、はい、だから自分は K さんのチャンネル久保さん出た時話してたじゃないですか、はい、なんかバスケで野球がどの子の身体能力が高かったっていう、はい、あ、マジで自分と同じって思って、はい、自分だから完全スポーツの方行っちゃったんで、はい、悪いのからちょっと、はい、もう本当スポーツ行ったんですけど、うん、久保さん見て、うん、あ、自分の悪いの突っ走ったバージョンを下さったと思って、はい、今度じゃ あ, タイソン君とスパーとかどうですか。今それでね、うん、タイソンチャンネルで年も同じ、そうですよね、一緒で今全然クソ弱いんでダメですね自分が、はい、でも今で、うん、今トレーナーやってるんですけど、はい、ボクシングの、はい、もう全然怪我でもう本当ちょっと身体障害者みたいな状態なんで、もう本当、うん、粉砕骨折とか複雑骨折とか靭帯断裂とか首のヘルニアとかいっぱいやってるんで、もうそれも試合の中で、試合っていうかもうラグビーやってたしてるんですよね。ラグビーはもう、はい、もう当たり合いですもんね、ガツンと。あれはちょっと見てて すごいなと思います。本当タックルして一回、うん、もうバーンって気失って、うん、起きたら本当病院だったっていうのがありますね、うん、首を折れちゃいますよね、あれ普通の人やったら、うん、正直ボクシングの毛よりラグビーのそういう獅子の方が衝撃強いと思う、うん、強いですよ ね, そうですね。ラグビーも結構最強説出てきましたね。ラグビーだからトップでやってる人は本当すごいな、うん、すごいですよね、うん、本当に体力もね必要ですし、はい、まず根性も必要ですよね、やっぱその相手も大きいですしね。あ、本当そうですね、やる相手も、うん、もう自分の頃から高校、大学とか、うん、ニュージーランドとか、あその留学生、あ、留学生いっぱいいたんで、はい、もう自分の対面の相手が、はい、本当190で110キロぐらいのやつが思いっきりダッシュで突っ込んでくるんで、それにタックルいかなきゃいけないんで、はい、私、あそこなんですよ、そういうのタックルするときに、全身の骨がバキバキバキってなるんですよ。そうですよね。なりますよね。はい、もう本当それが全力出していくのを全力でタックルしないといけないんで、衝撃すごいです。丸田棒どころじゃないですよね、すごいです、ね、はい、だからもうすごいめっちゃ鍛えてたんで、うん、鍛えてない不良はもう全然まあだから突然変異みたいな、うん、久保さんみたいな、うん、ああいう人たまにいますけど、うん、でも久保さんも、うん、小学校の時すごい身体能力高かったっていうのはやっぱりそういうことだと思います。足も速かった、足もめっちゃ速かったです。あ、まあ、めっちゃって言ってもトップアスリートに比べたらあれですけど、うん、自分身長173センチなんですけど、はい、それでもダンクとかできたんで、それはすごいですね。あ、じゃあ本当にジャンプ力、本当にタイソン君となんか共通点がありますね、ありますね。でこのおでこの傷とかって、あ、これは20後半だと思うんですけど、うん、あのアメリカ行ってタイソンがいたそのニューヨークのブルックリンにちょっと行きたいなと思って、うん、でアメリカ行ってもう3ヶ月間ボクシング付けしたでやつって、うん、やることなかったんで、うん、タイソンここにライン入ってるんでなんか入れたいなって思って、はい、もう夜中なんかこう包丁のこの、はい、絵の近い部分、一番形さん、はいはい、なんか角になってる部分でガリガリ切って傷つけてもう生えてこないようにさせよう、あ、しようとしたんですけど、はい、
まあ治ったら生えてきちゃってあ生えてくるんだと思って、はい、それだったらその包丁を熱して、はい、火で熱して赤くなった状態でこれでやってなんかそしたらもうやけどでケロード状になって生えてこなかったっていう感じです。もうそれほどタイソンがマイク・タイソンが好きで、あマイク・タイソンめっちゃ好きで、あそのマイク・タイソン好きなつながりで、はいはい、なんか所沢のタイソンって噂聞いてたんで、それでなんか自分から連絡してつながったっていう感じですか、ね、すごいですよね。前歯も 金が入ってますけど、そのちょうどアメリカ行った時にスパーリングでちょっと殴り飛ばされちゃったんで2本、はい、それで歯入れる時に、はいはい、あどうせならタイソンみたいな金歯にしようと思って日本ともそれ金ですよね。あ日本とも金で、うわ、え入れ墨もじゃ あ入れ墨もタイソンめっちゃ好きなんで、はい、柄は違いますけど、はい、タイソンと同じような場所に入れました。あやっぱ強さですか憧れるのって。まあそうですね、マイク・タイソン本当に、あとちっちゃくて強いとか、そうですね、はい、そういうところですかね。人間性もいいですよね、うん、あ、鳩とかも好きなんですよね。動物、虎とかも飼ってるし。へ、家でホワイトタイガー飼ってますよね。動物とか興味あります？あ、実家に犬いるんで、めちゃくちゃ好きですね。動物は、もう何でも。だから、タトゥーも結構もう、昆虫も好きなんで。気になってたんですよ、トンボ、はい、トンボと、トンボとムカデとカマキリも入れちゃったから。あ、トラも入ってます。はい、トラは2つ入ってます。ということで、次回はあの、スマップの中居君とかも地元だったということで、ちょっとその辺のお話とかも聞いていきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。そう命は一瞬めくりめくって今は全な気分振動ね、100億ポーズでたら揃った好奇心、そう過ぎた昨日より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業なサグライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、 Right